アッテンドルン中心部アッテンドルンは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンソベルク行政管区のオルペ軍に属す中規模軍、所属市である。人口、約2万5千人のこの町は、ザウアーラント南部に位置している。アッテンドルンは、小乳道、あった洞窟とびッケ湖により、地域を超えて知られている。アッテンドルンは2012年3月19日から、公式に、 ハンゼシュタットの称号を冠している。アッテンドルンはオルペ軍の二大都市、レネシュタットとオルペからわずか数キロメートルに位置している。この立地や最寄りの上級中心都市、ジーゲン、ハーゲン、ドルトムーンとケルンとの距離により、この町は昔から中級中心の機能を果たしてきた。市の経済は工業中心である。 特に金属加工業は歴史的に盛んで現在も多くの雇用を提供している。ハンザット市は歴史上地域を超えた貿易を特徴としている。アッテンドルン市はザウアーラント南部、オルペグン北西部の統計07度54、北緯51度07に位置している。地域はエッペ山地自然公園に位置しており、ビッケコの北数百メートルに存在する。この人造湖は レネ川支流のビッケ川をせき止めたものである。ビッケせき止湖のダムの下流がこの町に流れ込んでいる。地域の最高地点は、リュウエンハルトである。中核宿の北東に位置するアーハウザーせき止湖は、海抜244メートルである。市の面積は97.85平方キロメートルで、その約半分が森林で覆われている。アッテンドルンは、 ラインシーファー山地の北東に位置している。ここは、デボン期に形成された石灰の岩礁である、アッテンドルーンエルドッペルムルデの生誕にあたり、地殻構造上は横ずれ断層の結果隆起したものである。アッテンドルンから始まる谷は、フレッターまで、反対側はエルスペ近郊のニーダーヘルデンまで続いている。ここには、デボン期中期後半の洞窟が、数多く存在する。 このうち、アッタ洞窟は、一般に、立ち入りが可能な唯一の洞窟である。地域は、南北の幅1 0 8 9トル、東西の幅1 4 5 7トルで、面積は97.95平方キロメートルである。以下に、土地利用の詳細を示す、アッテンドルーンは、北から時計回りに、以下のウルッペ軍及びメルキッシャー郡の市町村と境を接している、プレッテンベルク。 フィネントロップ、デネシタット、オルペ、ドロルスハーゲン、マイネルズハーゲン、ヘルシャイトである。アッテンドルン市は、人口約1万4000人の中核区と、55の集落や住宅地からなる。住宅地、ビッペスクーレニア、アウフデムシルデ及び、工業地区、エネスト、アスカイ、ドナーベンゲの開発により、ビーカホーフェン、エネスト、ホルツベーク区は、 近年中心部と共に発展してきている。ノイリスターノール、ベータースブルク、クラークハンマー、エビヒ、ビッケン、シュネレンベルクといった集落も主流であるアッテンドルンのすぐ近くに位置している。このため、この中心となる居住地域の総人口は1万8000人を超える。アッテンドルンの特徴は市内に約400メートルに及ぶ高度差があることである。 ビッケ川の谷の盆地に位置するアッテンドルン市中心部は周囲の丘陵地にまで広がっている。この立地が気候にも影響しており、局地的に異なる気温を観測する。市の中心部も位置している高度300メートル付近の年間平均気温は摂氏8度であるが、450メートル付近では摂氏7度、600メートル付近では摂氏6度である。特に冬には、 高度が上がるにつれて気温が大きく低下する。自然域の気象データのピーク値は最低気温が低く、摂氏27度、最高気温が摂氏34度である。気温が低いことの原因として、この地域の日照時間が短いことが挙げられる。オルペ群はノルトライン・ベスト・ファーレン州で最も日照時間が短い。また、 アッケンドルンでの年間日射量の平均値は9 3 0 k w ー平方メートルであるが、中西部のそれは1 0 1 0 k w ー平方メートルである。年間降水量は約 1100mm である。年間を通じてほぼ均等に降るが、冬季は約 300mm と、降水量の多い季節である。気候上重要な地域環境としては、冷たい空気が集まり、 周囲の水を排水する谷に位置することが挙げられる。特に、ビッケ川、イーネ川、レペ川の谷が重要である。この町は、気候が良く、肥沃な土地で、交通の便が良いアッテンドルンエルドッペルムルデに位置することから、戦死時代からすでに定住が行われていた。しかし、しっかりとした集落は、中世以降に初めて証明されている。本市は、 ハイデン街道と、いわゆる、王の道の二つの街道の交差点に位置していた。カール大帝の時代に、原初教会区が設けられた。西ヨハネス教会の敷地の下に不協教,教会の基礎が残っている。1072年に、ケルン大使教案の二世が、グラーフシャフト修道院を設立し、アッテンドルンの農場の権利を付与した。グラーフシャフト修道院の文書に、 アッテンドルンに関する最初の記述が残されている。1222年、ケルン大司教エンゲルベルト2世イフォンベルクの下、市は、ゾースト法を授けられ、都市権を獲得した。1200年頃に築城されたシュネレンベルク城と、1248年のバルデンブルク城の獲得がこの地域におけるケルン大司教領の利権保護に役立った。アッテンドルンは、 9つのツンフトを持つ、主にヨ毛モやリンネルの食婦で重要な町であった。この他に、ケルンダイ司教に属すベスファーレン公領の、マルク・ハクに対する国境の防衛として、さらには、ケルンダイ司教区の首席司祭座としての政治上、教会上の位置づけは、この町に富と繁栄をもたらした。ザウアーランとのいくつかの都市と同様に、アッテンドルンは1255年に、 ライン都市同盟に加盟した。アッテンドルンはドイツハンザの間接的な加盟者であり、このためゾーストでの大規模なハンザ会議に参加した。1200年頃にはすでにアッテンドルンは大司教の貨幣駐造所所在地であった。アッテンドルンで駐造された中世の貨幣はブリュッセルからポーランドのウブニセまで、さらにはゴットランド島でもその存在が証明されている。 14世紀初めから現代まで教会と墓地を有する病院が死壁の前に立っていた。1420年にハインリヒベイケがエビヒ修道院を創設した。この修道院が1429年に貧民世領院を設立した。町はしばらくの間とても裕福でケルン大司教に信用貸しをするほどであった。さらに大司教とゾースト氏との紛争の際には、 大司教を支援した。ゾーストのフェーデで、本市は、1444年から1445年に、ビルシュタイン家の城と領土の征服を手助けした。1464年、1597年、1598年、1613年の4回、ペストが町を襲った。1613年、1623年、 1656年、1710年、1732年、1742年、1783年には大化が町を荒廃させた。1656年には町の半分が失われた。さらにこの町は戦争、重税、宿営に苦しめられた。例えば、1280年のリムブルク継承戦争。 1444年から1449年のゾーストのフェーデ。1583年から1584年のケルン戦争。1618年から1648年の30年戦争などである。アッテンドルンはナポレオン時代に最悪の経済状況となった。時は19世紀半ばにやっと立ち直った。国家社会主義の時代。 死のユダヤ系住民は追放されるか殺害されるかであった。彼らを追悼して2006年と2008年に合計14機のつまずきの石が芸術家、グンター・デム・ニヒによって埋設された。第二次世界大戦中、アッテンドルーンは1945年3月28日に爆撃を受け、6月15日には弾薬類の大爆発によりひどく破壊された。 アッケンドルンは2010年1月1日から中規模軍所属士となっている。この新しい称号の下市は土木監督役所、千人の消防団の運営、卒業教育施設の維持といった新しい業務を行うこととなった。市は青少年指導の運営者となった。これはそれまでオルペ軍の業務であった。経済基盤上の理由からこのステップは当初、 異常されないままであった。2015年から2023年まで、アッテンドルン内市街の別の部分が回収されることになっている。これにより、交通及び移動、内市街経済立地、都市建設、都市景観、空き地の室工場、住まいと生活の4つのフィールドを含む統合された内市街発展コンセプトに基づく措置が取られる。このコンセプトの一環として、 交通の運行と駐車のコンセプトが最適化される。交通用地と駐車場の増設が都市景観の改善をもたらす。例えば新しい映画館、給油便局を広い飲食施設に改造すること、駅を文化センターに改築することといったインフラストラクチャーの改革は小売店が利用できる広い土地を用意しただけでなく、内市街を魅力的で活気ある場所にしている。 2022年には市の創設800年祭が始まる。それまでに市の改良はさらに進展しているであろう。地元の産業地区の需要を満たすために工業地区フェルンホルテの新設がなされている。広さ27.31ヘクタールの土地が産業利用のために用意される。しかしその実現には大きな費用が必要である。元の地権者による長い抵抗や 自然保護運動を背景とした住民主導の訴訟によれば土地の修復には69万6千立方メートルの土地が必要となる。このプロジェクトには1200万ユーロの資金が必要である。1969年7月1日にアッテンドルンラントとヘルデンが合併した。アッテンドルンの人口水位、アッテンドルン周辺地域では宗教は 社会生活においても常に重要な役割を担っていた。その最も良い例が毎年信仰の目玉となる復活祭の習慣である。カトリック・アッテンドルンの住民の多くはカトリックを信仰している。アッテンドルンはパーダーボルン、広塚佐教区に属し、中間レベルでは南ザウアーラント主席司祭区の管轄である。この主主は2006年7月1日に それまで独立していたアッテンドルン主席主催区、エルスペ主席主催区、オルペ主席主催区から形成されたもので、オルペ軍とほど同じ範囲を管轄している。海レベルでは、地域と完全に重なる死牧連合が存在する。この死牧連合には9つの教会組織が加盟している。フランシスコ会が移転し、二十世紀末にフランシスコ教会が解体された後もアッテンドルンには、 修道会が存在している。ウルズラ修道会がそれである。福音主義アッテンドルンには、福音主義ルター派教会組織が存在する。教会員は3559人で、地域全体に広がっており、このため2つのタンクに分けられている。この町には2つの福音主義の教会堂が存在する。アッテンドルン中心部の旧聖主教会と、ベータースブルクシクの平和教会である。 福音主義教会は図書館とキリスト教青年会の支部を有している。1998年に月に1回困窮者に無料で食事を提供するアッテンドルナーターフェルが発足した。イスラム教アッテンドルンには第一部のイスラム教組織が1986年から存在している。この教会は市の中心部に家にモスクを有している。このモスクフェラインには 約200人のムスリムが参加している。その他の宗教組織上術の宗教組織の他にも、アッテンドルンには、宗教組織が存在する。例えば、いくつかの礼拝書を持つ、新首都派教会、クロスライトイエズスセントルムザウアーラント自由教会、EV、クリストリヒエゲマインでアッテンドルンなどである。38人の市議会議員が、約2万5000人の市民を代表している。 2014年の選挙で、スピードの候補者、クリスティアン・ポス・ピシルが市長に選出された。彼は、無所属の前任者、ボルフガング・ヒレケから職務を引き継いだ。第二次世界大戦後の市長を以下に列記する、この町の紋章は、銀字に黒い針十字、右上角に、右と向いた赤い三日月。現存する、最も古い1243年の印象には、 ケルン大司教の守護聖人である聖ペトロと、その頭の近くに、鍵と三日月が描かれている。後の印象では、ケルン先帝校の盾に座った姿が描かれている。1910年、現在の姿の紋章が公的に認可された。自治体再編後1970年にこの紋章の使用が改めて認可された。三日月は、先令者聖ヨハネを暗示している。 先例者ヨハネは、教区組織の守護聖人であり、かつては秘密医にも用いられていた。アッテンドルンには、欧州保護地区、キャクブーカノイスルダー、カルッカルブトロキンラセンウントフェルソン SDL e、フィネントラップの一部がかかっている。広さ220ヘクタールの FFH 地区の他の部分はフィネントロップ及びレネシュタットに広がっている。市内には13の自然保護地区がある。 リュウエンハルト水源地区、ビッケン採石場、ビッケの川淵の森、レペ、ハウスシュラーデ、ブライターハーゲン、デュンシェーダーハイレ、インデアシュテッセ、ベルデバッハタール、ブンダーベルトヒエン、ベーゼバッハタール、アッタ洞窟、エッシェンバッハ川の源流域、ギルベルクインゼル。最も印象的で、最も訪問客数が多いのが、アッタ洞窟自然保護地区である。 アッテンドルンには9つの自然文化財がある。4つの岩、4本の樹木、2つの樹木群である。また、市内には、広さ0.11ヘクタールから9.67ヘクタールまで28の保護系観光生物がある。アッテンドルンの地域は1964年に指定されたエッゲ山地自然公園に属している。 自然公園の大部分がその創設から景観保護地区に指定されている。2006年11月30日に地域東部に対してアッテンドルンヘッケンヘルデン景観計画が適用された。この景観計画はフィネントロプ西部に対しても適用される。これによりすでに家屋が建っている集落部分や建設計画の適用地域を除くすべての土地が 自然保護区などのより高度な状態にない限りは、景観保護地区となる。この景観保護地区は2つのカテゴリーに分けられる。タイプ A は一般的な景観保護地区、タイプ B が特別景観保護地区である。タイプ A の景観保護地区では建造物の建設や、植林の開始、クリスマスツリー栽培地の新設が禁止されている。タイプ B ではこれに加えて、 草地や旧館地の多目的への転用が禁止されている。タイプ B は多くの部分地区に分かれているのに対して、タイプ A は一つの土地で形成されている。地域内には水源や岩石など法的に保護されているビオトープが数多く存在する。保護されたビオトープはいずれもその希少性のために保護対象となっており、上述の保護カテゴリーとは無関係である。 アッテンドルンには、ワシミミズクのほか、アオサギ、ナベコウ、アカトビ、ワタリガラスなど大型の鳥類が飛来する。南ザウアーラント博物館南ザウアーラント博物館は、市の中心部、マルクト広場に直接面している。この博物館は、オルペ軍の文化史に関する展示のほか、ベストファーレンスズ人形展示室があり、市の歴史に関する情報を提供している。 数年にわたる改修の後2008年6月に改定された展示コンセプトの下で再オープンした。この博物館はアッテンドルン氏とオルペ軍が共同で運営している。この博物館は長らく軍共同博物館と呼ばれていた。消防署の敷地内に1986年から消防博物館が設けられている。4月から10月までの第一。 第3週末に開館しており、消防車用、制服、消火用具などの歴史的展示物が紹介されている。アッテンドルンには私立図書館が存在しない。この機能はカトリックの公共図書館が担っている。この図書館は1851年から存在している。この図書館は、洗礼者聖ヨハネ教会が運営しており、約14000万4点のメディアを収蔵している。 この他に2002年から福音主義の青少年図書館がある。この図書館は1957年に設立された公共図書館に由来する。この図書館では9000点以上のメディアが貸し出されている。射撃祭伝統的な射撃祭が毎年7月の第1週末に開催される。祭りの幕開けはビーアプローベと呼ばれる祝祭テントの中で行われる。月曜日に ケイニヒスシー戦が始まる。この催しでは、他の多くの射撃祭とは異なり、ホーゲルケイニヒとさらに、シャイベンケイニヒの二人の射撃王が選ばれる。アッテンドルン射撃協会 1222EV は、1222年に、アッテンドルンに、都市圏が授けられたことに起源を持つ。アッテンドルン市民からなる射撃士たちは、 当時市の防衛や市周辺の要塞施設の維持管理を行った。シャニク肉祭アッテンドルンは南ベストファーレンのシャニク肉祭の画帳である。地域には多くのカーニバルクラブがあり、その一部は独自のカーニバルの集まりを主催している。カーニバルのイベントのピークは11時11分頃にあった洞窟から出発するスミレの火曜日のパレードである。 2000人以上の参加者と3万人近くの見物客が訪れるザウアーラント最大級のイベントの一つである。これがこの街が第5の季節にショーケルンと呼ばれる理由である。このパレードではカットフィラーという掛け声がかけられる。これは歴史中に起源を持つ。近くに位置するビルシュタイン城が征服された際、包囲されたアッテンドルンの住民によって誤って猫が クロスボウで撃たれたという伝説に基づいている。ガウクラーフェスト1988年から毎年夏にアッテンドルンのガウクラーフェストが開催されている。これはコメディー、音楽、芸術、演劇のプログラムがあり2万人以上が訪れる祭りである。この祭りでは多くのステージに有名なタレントが出演する。ムジークビューネでは 毎年全国的に人気のバンド、それほど有名でないバンド、近隣地域の無名のバンドが演奏を行う。アッテンドルンの消防祭6月の最終週末に、伝統的なアッテンドルンの消防祭が開催される。アッテンドルン射撃協会 1222EV の射撃祭の1週間前に、アッテンドルン消防団の団員は住民たちを、全家族のための祭りに招待する。 このイベントのハイライトは、毎年土曜日の夜22時30分頃に、消防署の屋根から打ち上げられる夏の夜の大花火である。復活祭行事やテンドルンの人々は、数多くの復活祭行事を守っている。聖土曜日のゼンメルゼーグネン、聖土曜日と復活祭の日曜日の復活祭の十字架を作り、建て、燃やすといった習慣である。ゼンメルゼーグネン、 オスターゼンメルと呼ばれるアッテンドルンの復活祭のパンはキュンメルを混ぜ、復活祭前の週に地元のパン窯で焼かれたパンである。特に目立つのがパンの端の切り込みで、これにより魚のヒレのような外観となる。魚はキリスト教の古い象徴である。聖土曜日にはアッテンドルン住民は14時頃に教区教会前に集まり、ゼンメルが被災によって祝福される。 この習慣は、早くも1658年に文献に記録されているが、おそらくはそれより以前から行われていたと考えられる。オスターホイヤーオスターホイヤー、復活祭前の週にオスターホイヤーフェラインの人々が、ホルツシュテレンのために、周囲の森へ行く。ここで、復活祭の日曜日に復活祭の十字架を燃やすのに、使われる、ビュルデンと呼ばれる焚き木の束が準備される。 オスターホイヤーフェラインは、四つのポルテに分けられている。エネスターポルテ、ケルナーポルテ、ニーダーステポールテ、バッサーポーテである。これはそれぞれ別の諮問から出入りするかつての外区に、由来している。これは、アッテンドルンの住民が、本人が生まれた、あるいはその家族が住む、ポルテと共にあることを意味している。聖土曜日のゼンメルゼフ年の後、 四つのポルトのメンバーは死の森に行き大きな頭皮の木を切り倒す。その後木は町に運び込まれ丸くと広場で計測される。これはコンテストでもある。最も太く、最も長い木を得ようとするのである。その後、オスターケッペが行われる。これは復活祭の日曜日に町の郊外や市街の高い場所に復活祭の十字架を建てるものである。この日、 人々は、欠片に集まり、夜に頭皮を燃やす準備をする。大木を取り付けられた頭皮は藁を巻き付けられ、まっすぐに立てられる。その後用意されたビュルデンが、復活祭の十字架の下に積み重ねられ、藁が巻かれる。2十時40分頃に、ポスケブリューダーが、ファッケルシュ弁検を始める。復活祭のろうそくの炎で、あらかじめ点火された松明によって、 頭皮の木材から切り分けられた松明に火がつけられる。人々は復活祭の十字架に向かい、体の前や横で直立させた松明を揺らす。21時頃、教区教会の塔の十字架の照明がつくと、松明がビュルデンに向かって投げ込まれ、十字架が炎に包まれる。21時30分頃、かつての4つの指紋の場所で、4つの輝く十字架に、 先導された四つの復活祭の行進の隊列が、先霊者聖ヨハネ教区協会に向かって動き出す。この協会で、オスターフォイヤーの光を閉じる祈祷が行われる。先霊者聖ヨハネ教区協会、シュネレンベルク城あった洞窟あった洞窟南、ザウアーラントに位置する、この町の最も有名な見所が、あった洞窟である。1九百七年に、石灰採掘の際に発見された、 ドイツで最大級の洞窟の一つである。この洞窟は小入洞であり、したがってその成因はアッテンドルンウエルドッペルムルデに広がる石灰岩質の地層が二酸化炭素が溶けた雨水によって養殖したことによるビッケタール石地域の南部にビッケタール石の園庭がある。リスタータール石やアーハウザー石止め湖ともに本州及びその周辺に 大きな均衡保養地区を形成している。ハンザ・シュタディオン・アッテンドルン市には様々な種目のスポーツクラブが数多く存在している。最も多くの会員を要しているのが TB、アッテンドルンである。このクラブは多くの競技種目の部門を有する古典的な一般スポーツクラブであるが、卓球、自転車競技、トライアスロンで大きな成功を収めている。 サッカーについては、中核式に4つのクラブがある。その中では、SV レイヨンアッテンドルンが最も成功したクラブである。このクラブのチームは、ランデスリーがベストファーレンに参加している。さらにテニスクラブ TC、ブラウバイ、SG アッテンドルンイコールエネストのハンドボール部門、シャユミ競技愛好会、陸上競技クラブ、水泳クラブシュバルツバイ、ゴルフクラブレペタール。 モータースポーツクラブレネバメノールアッテンドルン、その他のクラブが、ほぼあらゆるスポーツ競技を提供している。アッテンドルン市には、屋内水泳プール、学習水泳プール、天然芝の陸上競技スタジアム、屋内乗馬施設、人工芝のサッカーグラウンドがあり、さらに体育館、テニスコート、グライダー飛行場、ゴルフ場、バイクパーク、ローラースケートパーク、その他のスポーツ施設がある。 アッテンドルンには数多くの音楽クラブがあり、市が運営する音楽学校がある。また、有限とゼントルムは若いバンドの練習場として利用されている。アッテンドルンには一連の社会、市民団体活動を行うクラブもある。例えば、コルピングファミリー、作業サークル、アイネバルト、市民運動の住民の家、アルター・バーンホーフ及びエージー・ベゲグヌング・アッテンドルン、などである。 アッテンドルンは14,291人の社会保険支払い義務のある就労者が働くオルペ軍の労働市場の中心となっている。市内に住む社会保険支払い義務のある就労者は1309人である。本市の労働需要は市内の人口でカバーできない。こうした状況は通勤労働者数の収支がプラスであることや、 失業率がわずか約4%であることに反映されている。B が本社アッテンドルンの産業は、鉄鋼、金属加工分野の中小企業によって特徴づけられる。その多くが世界的に活動する自動車部品メーカーである。例えば、ムベア、ゲジア、キルヒホフオートモーティブ、ソデシャ・ケンメリヒなどである。この他の重要な分野が、家庭、衛生用品である。 この分野の大口の雇用主は B がアクアサームビュールコである。アッテンドルンの税率は土地税 A の負荷率が170%、土地税 B の負荷率が315%、営業税負荷率が395%である。これら3つの税負荷率は週の平均よりもかなり低い。アッテンドルンにはかなりの購買力があるにもかかわらず、 小売業の状況は十分とは言えない。人現象公開の調査報告2017年版によれば、アッテンドルンにおけるハンデルソーオントララタットは79.1であり、購買力が市外に流出していることを示している。近隣都市のこの指標は、オルペが130.9、レネシュタットが105.7であった。アッテンドルンはアウトバーンモーに直接接続していない。 最寄りのアウトバーンは、市の西側を通る A45 号線である。オルペインターチェンジまでは、約 14km 離れており、修道 L512 号線を使ってアクセスする。マインエルツハーゲンインターチェンジへは、L512 号線経由で、約 20km である。最寄りの連邦道は、オルペ近郊を通る修道 B54、B55 号線と、レネシュタット近郊を通る、 B55 号線である。市内には合計2 2 2 2 9トルの市道が通っている。このうち約4 2 6 2トルが集落間を結ぶ道路2 9 9 5トルが経済道路1 4 9 7 2トルがその他の道路である。さらに修道と軍道合わせて 約 30.90km が通っている。アッテンドルン駅本市はビッケタール鉄道沿いに位置している。この路線上をビッケゼイコールエクスプレスが運行しており、市内に多くの駅がある。この鉄道はオルペ及びフィネントロプ行で1時間ごとに運行している。アッテンドルン駅で両方向の車両がすれ違う。このためこの駅には2組のレールが通っている。 この列車はフィネントロップで G ンからハーゲンへ運行しているルール軸線に接続する。ビッケ勢の観光船、ベストファーレン号、ビッケ勢では4月から10月末までの間、ビッケ勢旅客船の観光船2隻が運行している。ベストファーレン号とビッケ号である。この観光船はアッテンドルン市内2カ所、オルペシ3カ所の港の間を運行している。 上降可能な場所の一つがビッケダムである。ここで、1時間間隔で、あった洞窟、内市街、ビッケダム間を結ぶ観光バス路線、ビッコリーノに接続する。ビッケ勢や、リスタータール席周辺には、自転車道がまとまって存在する。例えば、アッテンドルンの園庭からオルペのビッケ勢南岸や、フィネントロプまでを結ぶものがある。また、 NRW 自転車道路網にも接続している。アッテンドルン近郊にアッテンドルンフィネントロップ飛行場がある。この飛行場は主にグライダースポーツに利用されているが、ゾンダーラントプラッツに分類される。新聞アッテンドルンでは日刊誌として以下の新聞のローカル版が刊行されている。ただし、漁師のローカル面は2009年以降同一のものである。 この年から同じ出版社が刊行する漁師の地方編集局が統合された。アッテンドルンにはこの他に編集事務所がある。ジーゲナーザイトゥングの販売地域はオルペンにまたがっている。このためオルペン向けの地方版があり、そこではアッテンドルンについても報道される。この他に水曜日と土曜日に無料のフリーペーパーザウアーラントクリアーが刊行されている。 このフリーペーパーには、オルペ軍の情報を掲載したアッテンドルン及び、周辺地区版がある。土曜日には、ジーゲナーザイトゥングの娘神にあたる、ザウアーレンダーボーヒエーン・アンツァイガーが観光される。ラジオオルペ軍は、軍内に、地方ラジオ局を持たない、州内で数少ない軍の一つである。住民たちは、アッテンドルンに関するニュースは、WDR2 のジーゲン地方スタジオから、 放送されるラジオプログラムを受信している。この放送局では30分ごとに南ベストファーレンからのニュースを放送している。しかし、オルペン軍は2006年4月28日の決定によって州の放送事業の監督官庁である LFM からローカルラジオ局の設立が可能な地域に指定された。運営会社は長年にわたって存在していた。 2010年4月に試験放送が始まる予定であった。その受信可能地域、の人口は総人口の68%にあたり、2011年1月1日に、オルペ軍独自のローカルラジオ局が開局した、可能性があった。ところが、ローカルラジオ局は開局しなかった。市内の少なくない地域で近隣のローカルラジオ局で、ある、ラジオ MK やラジオ人間が、 受信可能である。さらにヘリオスクリニークアッテンドルーンには独自のラジオ局がある。この放送は病院内で週に一度に聞くことができる。テレビアッテンドルーンは WDR テレビの人間スタジオの編集地域に属している。南ベストファーレンのローカル番組の時間にこの地域のニュースが放送される。役所と研究所市の行政機関は市の中心部に位置する。 視聴者に入居している。例えば、市民窓口、市の子供クラブ、アッテンドルンフィネントロップ音楽学校の運営部が、これに含まれる。アッテンドルン市施設局のエネルギー供給部門から、発足した企業である、ビッケイコールエネルギーが、地元のエネルギー供給業者である。郵便局は2008年に閉鎖された。これ以後、その業務は、 郵便代理店が引き継いでいる。アッテンドルン刑務所、AB 地区には1968年からアッテンドルン刑務所がある。はじめ解放型刑務所としてのみの運用であった。2008年から2010年にアッテンドルンの刑務所は改築され、拡張された。2010年に完成した追加の建築複合体の建設により、それまでの G 面文書の閉鎖型刑務所が廃止され、 2011年1月、半ばから刑務所はアッテンドルンに移転した。週監者は390人に限定されており、270人が解放棒、120人が閉鎖棒である。アッテンドルンの消防はアッテンドルフシ消防団によって守られている。8つのグループに合わせて289人の消防隊員が業務についている。さらに大きな金属加工業者には、 企業消防隊がある。技術救援活動組織は1965年からアッテンドルム市に水難専門班を有する技術隊を含む地方部隊を配置している。警官が24時間待機している警察署がある。ここには警備担当、地域サービス、交通委員の職員が勤務している。救急医療はセイバルバラ病院の所在地から提供されている。 救急医療は、オルペクンによってコーディネートされている。ドイツ赤十字は、患者搬送のほか、イベント時の医療ケアにも利用される。2011年2月1日に発行した、ベストファーレンの救急業務再編に伴い、セイバルバラ病院内に、救急診療科が,が設けられた。1979年までアッテンドルンには、副裁判所があった。これ以後、アッテンドルンは、 オルペック裁判所の管轄下にある。ノイリスターノールクに、クールケニシェスザウアーラント地域営林所の支所がある。ここにはさらに、ビッケタールセキソイやギルベルクインゼルの森林を管理するルール連合のビッケタールセキ林業管区事務所がある。公共レジャー施設アッテンドルン市立ホールは、着席で1079人、立ち見で1597人の収容人数がある。ここでは、主に、 ローカルイベント、コメディ、キャバレー公演やコンサートが開催されている。内市街には、アッテンドルフ市施設局が運営する、屋内プールがある。バルエデンブルガーブフト水浴場は、ビッケゼー GMBH によって運営されている。市は、この他に、多くの体育館、運動場、ローラースケート場、マウンテンバイクパークを有しており、青年センターを維持管理している。 セイバルバラ病院市内唯一の病院がヘリオスクリニークアッテンドルーンである。このかつての私立セイバルバラ病院は1999年から2014年までバートノイシタとザーレのレーンクリニークムエージーの100%子会社となった。2014年からはフレゼニウス財団のヘリオスイコールグループに属している。この病院は入院病床286。 外来治療用の診察治療室中に、さらには週に一度木曜日に放送する、院内ラジオ局黒ニを有している。アッテンドルンは、学校所在地として、この地域で重要な地位を占めている。アッテンドルン市には幼稚園が17園ある。ビントハウゼン、リスターシャイト、ヘロデン、デルレッケン、エネストには、それぞれ1園、ノイリスターノールには2園の幼稚園がある。 全部で6校の基礎家庭学校が初等段階の児童教育を行っている。中核宿に3校、エネスト、ヘルデン、ノイリスターノールに、それぞれ1校がある。さらに、中核宿に隣り合って2校の本家庭学校がある。ゲマインシャフツハウプトシューレとカトリックのカーディナルイコール本シューレである。現在はゼクンダー州例の半税州レがある。アッテンドルン市内で、 唯一の実家学校セイウルズラ実家学校はカトリック教会が運営する私立学校である。この一校だけで実家学校への進学を希望する生徒を全て受け入れることはできないのでフィネントロプの学校へ入学する生徒もいる。セイウルイコールギムナジウムアッテンドルンにはこの他にギムナジウムが2校ある。このうち1校が私立のリビウスイコールギムナジウムである。 この学校の前身は1515 15年に設立された。現在このギムナジウムには約670人が在籍している。もう一校が実家学校と同じくパーダーボルン、広塚教区が運営するセイウルイコールギムナジウムである。この学校は20世紀初めにアッテンドルンに移転したウルズラ海修道院を近源としている。現在このギムナジウムには 約800人が在籍している。アッテンドルンのギムナジウムでは、フィネントロプからの生徒やプレッテンベルクの生徒も多く学んでいる。上級学年では、両校の共同授業もある。これにより、頻度の少ない基礎科目を履修することができる。職業学校については、オルペ軍が、オルペ軍職業補修高等専門学校、アッテンドルン分校の運営者となっている。 そのキャンパスには主に商業分野の専門教育が二重訓練システムの枠組みで行われている。職業訓練の前後には全日制の教育課程があり、全日制職業教育、継続教育が行われている。さらに精神障害を持つ青少年に特化したセーラウレンティウス養護学校がある。マルティヌスシューレでは言語障害を持つ子供が 初等教育を受けている。学習に重点を置く、養護学校、アルベルト・シュバイツァー・シューレは2014年に閉校となった。アッテンドルン音楽学校は、アッテンドルン市が運営している。アッテンドルン定時制ギムナジウムは、リビウスイコールギムナジウムの建物を用い、職業を持つ学生にアビトゥーア取得の可能性を、開いている。この他にノイリスターノールのアカデミービッケゼーは、 成人教育の場であり、様々なセミナーを提供している。この他に、アッテンドルンには、オルペ市民大学の様々なコースがある。最寄りの大学はゲン大学である。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。